第一の加護を今から龍脈の探査を開始する。当主、恐れ入りますが、この龍脈は全く資料がございません。ご自身が危険を冒さずとも、このような場所は他の者に任せては。若い自分にいくつの龍脈を越えてきたと思っている。お主らだけ危険な目に遭わせては、当主として面目が立たん。当主、すでに一族のために人生の大半を犠牲にされて、もう良いではありませんか。若き日を一緒に過ごしただけの一人のために、なぜ。そこまでにしておけ。申し訳ございません。聞きなさい。今この時をもって、私はただの李博だ。ここはあの時一緒に歩くのが叶わなかった道。伝説によれば、まず太陽神が生まれた。その炎は岩壁を覆いとどまり、やがて龍脈と呼ばれた。龍脈の力は衰えを知らず、古代文明万道を生み出した。古代万道の男、苦労と共に生き、最愛の人と出会うことが叶わなかった龍脈の主。万道文明は隆盛を誇るが、原因不明の滅亡を迎えた。多数の瓦礫と壮大で神秘的な青いエネルギー、龍脈を残して。ヘイダ、ようやく戻ってきたよ。本当は龍脈の狂乱から逃れたいものだ。君のもとに帰ってきたよ。エイダ、また歌声を聞かせておくれ。偉大な龍脈探査者になり、英海飛び家に栄光をもたらしなさい。今はの際に、母上が残したこの言葉を今でも思い出す。今から百年の昔、遠い彼方の太陽系三海、偶然発掘された龍脈の遺跡に、この惑星系はにわかに色めきだった。辺境の地だった山海は各地からの龍脈探査兵であふれた。この20年間は争いが絶えず、人々はこれを龍脈大戦と呼び、最終的に大型財団である惑星工業連合が勝者となり、事態は
終局を迎えた。しかし高連の勝利も平和にはつながらない。龍脈の巨大な誘惑は人々を惑わせたままだった。争いは民家に飛び火し、依然として龍脈をめぐる小競り合いが続く。ついには無法者たちが組織化を始め、あちらこちらで盗掘が起こった。大戦の炎は鎮火するばかりか、小惑星には無法者たちが増え続けていた。業を煮やした高連は今までの高圧的な管理をやめ、この知らせは一瞬で山海に広まり、無法者の集う危険な地区から探査、身分職業問わず一つの目的のため外惑星からも人が殺到した。龍脈を自分のものとし、一攫千金、立身出世の夢を叶えるために。もちろん国に帰れず放浪していた私も、あれは66年前エイダと出会った年のこと。お坊ちゃんには無理ですよ。探査は遊びじゃない。やってみなきゃわからないさ。さあ情報は。もう全部お売りしましたよ。あれが、あのピンボケした写真一枚と大まかすぎる方向、あんなのでどこが龍脈かなんて誰がわかる。おやおや、巫女がいないんで。なるほど、それは見つからないでしょうな。巫女？お客様、エイカイ人でしょ？なまりでわかりますって。まさか巫女すら知らないなんて。つべこべ言わず、お金を払った以上義務を果たせ。若、まずは落ち着いて。この程度のことで。やだ、龍脈を見つけ儲けたい。で、お坊ちゃん、もう一回言いましょう。龍脈なんて見つけられ…うわぁ、離して。貴様が何を言おうが自由だが、馬鹿を侮辱するようなことは許せん。カイト、やめなよ。口を慎め。我々英会人は巫女などには頼らんのだ。巫女には頼らぬ。え、若、兄さんは英会の貴族で、よりによって一番嫌いな山海の鉱山採掘に乗り出して高連に尻尾を巻いて逃げ帰った。それでまた山海に。巫女がいなくても自分で考えたらいいしょ。若、どうしましょうか。まずは下ろしてあげ。マンドーは無情。その話私にいただけませんか。おやまあ、どこぞの美人さんで。おい、何なんだよ。暴力的な英会人より私たちにその情報を売った方がいいですよ。私たちの戦隊の巫女はなんとも素晴らしい。やっとまともなお客様。ピチピチの探査者様には600クレジットでご提供。取引成立ね。おい、聞けって。はい、これ振込先と ID ね。3標準時以内にお願いしますよ。ジョエイダって名前の振込があったらそれが私ですから。龍脈は風水の導きとともに。んじゃ、巫女さんによろしくね。おい、ちょっと待って。
てってば。そいつに騙されてるかも。近寄らないで。もう取引は終わったでしょ。お姉様に何する気？ガキがうろちょろと。カイト、子供だぞ。あのネズミ消えましたな。そっちの商談も終わったでしょ。一体何がしたいの？ラミア、危険よ。すぐ手が出る人たちだから。お金を払わない方がいい。その情報に価値なんてないから。詐欺師は大体自分も被害者だって言うの、テンプレ。ラミア、ちょっとやめなさい。三階人をいじめるような奴らに遠慮はいらないでしょう。ごめんなさいね。きっとあなたの言ってることは本当だと思う。もちろんさ。この写真見てよ。でも暴力で解決する人は嫌い。二項無償、開口無中で。
ちょっと小突いた程度で簡単に道を開けましたね。危うく殺しかけてたじゃないか。行こう。まずは観察からだ。止まって奥田、急げ。獲物は女だってさ。ごめん。焦らずに。どうやらこの門で間違いなさそうですな。この門の中に入るためには龍脈をここまで改造できるとは、おそらく退役軍人の集まりでしょう。こちらへ。何に使うものなんだろう。足場に登るときはできるだけ静かに。行動は素早く。壁これ英会で見た気がするんだ。当然です。ここは龍脈文明の故郷ですから。対一の加護、僕たちの信仰と三階のマンドは本当に繋がってたんだ。私からすればどれもただの鉱山ですよね。あ、ごめん、早く行こう。ここにも門がある。むやみに触らないでください。自ら潜入をバラしたいのですか。大丈夫さ、考えすぎだよ。行きましょう。行けるのはここまでですな。あそこは誰も警備していないように見えます。私はここで警戒しています。若は他の道を探してください。カイト、上に行けるみたいだ。素晴らしい、行きましょう。もう改造船ばかりだ。船を解体して闇市で部品を売ったりしているんでしょうな。ここはおそらく大丈夫そうです。どうなさいました、若。飽きませんか。カイトの指示を待っている。何をおっしゃる。若はすでに一人前の探査者ではないですか。巫女の留名はお持ちですか。もちろん。奏でましょう。今までの訓練は決して無駄ではありませんぞ。
どうして反応しない？音源が破損しているからです。カイト、意地が悪いぞ。怒らずに。教え忘れていたことがございます。周りをよくご覧なさい。あそこにあるものがわかりますか？3階特有の装置、流明箱です。探査時には音源が破損していたり、演者の能力不足で行き詰まることが多々あります。手持ちに B 級音源しかない今がまさにそうですな。流明箱はこのような状況を打破するためのものです。音源の破損が何ですか？対一の加護、流脈は常に活路あり。内部はこんな感じなんだ。採掘され尽くした後に廃棄されたのでしょう。ラッキーですな。さあ行きましょう。その調子です。訓練をした甲斐がありますな。行き止まりか。流脈は常に活路あり。よく見てください。その調子です。行きましょう。立派な基地として成立してる。流脈の重力は安定してますから、基地を作るベースとしては最適なんでしょう。流脈と重力は表裏一体であり、そのエネルギーを介して神々は交流をするだっけ。そこまでにしましょう。今は勉強の時間ではありません。流脈風水機関だ。今さらですな。英会での訓練時に見飽きたのではないですか。実際に目にしてみるとやはり細部の違いが気になりますか。全部乾いちゃってる。これだ。
この利水管がおそらく主要な管です。通常流脈の奥深くまで伸びています。あの二人はこの奥に。やってみる価値はあるでしょう。流脈最深部といえば祭壇、悪党好みの場所ですから。全部乾いちゃってる。奏でても反応がない。予見できた反応です。流弁の中に力がありませんから。よし、利水が満タンになったぞ。お見事です。ではこの次に何をしなければならないか覚えていますか。流明で風天箱を起動させると溜まった利水がガスに変化する。なんだ。
おそらく風天箱のオーバーフローですが、ご注意を。力は自己共振します。最終的に龍脈が爆発することも珍しくはありません。この下にあの女二人がいるでしょうな。もし奴らがあの二人を人質にした場合、躊躇せず始末します。助けに来たんだぞ。逆の立場ならあの女たちはきっと。お姉様、この情報当てになるの？少しリスキーかな。いろいろな情報を見てきたけど、大体反社会的勢力と組んだ龍脈詐欺なのよね。分かってるわ。でもリスクはつきものでしょ。はいはい、プラン通りしっかりやってよね。はは、承知しております、親愛なるラミア殿。プラン1は？もし本当に龍脈の情報だったら、外で私の帰りを待ってて。プラン2。無法者のアジトだったら、私は巫女だとアピールする。で、龍脈を探すのを手伝う代わりに解放してと。うっ、じゃあプラン3。24時間経っても私から連絡がなかったら、そ、肝心なのは何が起こってもラミアが助けに来てくれるってことでしょ。それな。出てこい。隠れても無駄だ。面倒なことになったわ。プラン2年。だから言ったじゃん、宇宙船で突撃しようか。まだ早いわ。周囲にどの程度船がいるかわからないし、計画通り行きましょう。24時間過ぎちゃったらラッセル先生に連絡して。観念して出てこいよ。身代金持って迎えに来てもらいな。VIP 待遇するぜ。マンドーは無償、お師匠どうかお守りください。おや、ずいぶん若い客だな。あなたがリーダーね。私はビジネスの交渉に来たの。前に来たネズミ野郎も同じこと言ってたな。おい、仲間は見つかったか？ボス、レーダー上のどこにも奴らの船が見つかりませんぜ。ち、私は本気よ。話す価値はあると思うわ。ベテランには見えねえけどな。私たちの目的は同じ。ならお前が本気だとして、この白い牙に何の用だ？聞け、俺らは闇市の運び屋に過ぎねえ。でお前は何がしたい？私は巫女よ。なんだと？私には龍脈探しを手伝ってくれる人が必要なの。カイド、前、前にいる。静かに、バレないように。一人だけだ。もう
一人は船の中か。よく聞き取れないな。お静かに、変わりましょう。たかがネズミが大きく出たもんだ。流脈を探すのはあんたらのお箱じゃなかったか。流脈大戦で三海全土の流脈を見つけ出したのはお前さんたちだ。私ができるのは発見まで。探査ができる人が欲しいのよ。あなた、つまりお前が探して俺らが掘るってわけか。いらないわ。そこで見つけたものを教えてくれるだけでいいの。嘘つけ。取り分がいらねえ。そんな話聞いたことないよな。一つだけ要求させて。もし工業連合の軍隊と目標の流脈が被ったら先何を考えてる。高連のノロマどもに遅れを取るバカがいるか。取引成立かしら。気前のいい話があるもんだな。わかるわ。私も自分が嫌い。巫女は自分たちが正義と勘違いして、素晴らしい三階も無法者がうろつく地味魍魎の世界になっちまった。あの戦争は間違いだった。選択を誤った。俺たちだって元は大戦で行き場を失った三階人だ。お前ら巫女さえいなければ、こんなクソったれになり下がる必要はなかったのに。つうことでよ、みんなの仇を取らせてもらうぜ。私は違う。今日はよ。無理です、間に合いません。冗談さ、勇気あるな。だが組むつもりはない。おい、こいつを送ってやれ。暇だ。騙しやがった。仲間がいるぞ。動くな。巫女がどうなってもいいのか。え、何知らない。こっちにだって一人いるぞ。ディバク、落ち着け。そいつを。動くんじゃねえ。一歩でも動いたらこいつの頭が吹き飛ぶぞ。いえ、ドイツに雇われた流脈協会、それとも高連か。ボス、見つけました。衛星の陰に船が隠れてやがりました。英会型の、これは貴族さんです。大魚の位置がバレた。ち、巫女と英会貴族のコラボ。こんなところまで来て何が望みだ。だから知らない。黙ってろ小娘。危うく騙されるところだったぞ。リバク、面倒なことになったな。おい、後ろの大将も動くなよ。お前は手だれっぽいからな。さあ、どうすると思う。カイト、僕たちは救いに。動くな。二つ要求する。一つ、三つ数えたら人質を話せ。こちらも話す。二つ、俺様の船に近づくな。一つ目は異論なし。だが、船を諦めろってのはな。ボス。お前に価値があるんだってよ。OK なら三つ数えるぞ。いいな。ご勝手に。1。演技上手だったな、巫女もどき。本当に知らない人たちなのよ。いい。英会は主従関係がすごく厳しいんだって。お前雑魚そうなのに幸運だな。リバク、奴と話すな。いつ捨てられるのか気が気じゃないだろう。カイトは僕の護衛だ。それを言っても。かけろよ。わかる。カイト。
ガキ、お前これが初陣か？お前が先に狙われたらまずいだろう。おい、この英会貴族のガキどもを牢にぶち込んでおけ。ミカはどうします、ボス。まとめて入れておけ。ボス、このミコは危険だ。担ぎやがって。さっさと殺した方が身のためです。とっとと連れて行け。でも手は出すなよ。ボス、俺たちはマフィアだ。畜生に落ちる必要はねえ。クソ、デューモンが反応してくれない。救命箱も取り除かれてるし。貴族さん、手伝いましょうか？自分で何とかするさ。その音源、中古市場に流れてるような B 級品でしょ。劣化音源じゃ何をしたって同じ。その音源を渡された時からこれ、この流脈の奥底にある純粋な流鳴でもない限り開けるのは不可能でしょうね。あなたの冥界城が没収されなかった理由、理解できたかしら？密輸用の容器か。貼ってあるラベルは本物そっくりだ。大丈夫か？応急処置はしたけど、これじゃ気休め程度ね。まいった。そんな顔をしないでください。ちょっと休めば大丈夫です。全て僕の。未来の当主が何をおっしゃる。何事も経験です。もし助けが必要なら言ってね。早く出ないと。出血がひどい。せっかくの計画が。貴族さん、どうかした？あなたも巻き込まれたって思ってる。何が？ごめんね、あの時は。何が言いたいのよ。恩を着せたいわけ？いや、そうじゃないんだ。でもカイドは栄誉ある英会武人だ。はいはい、栄誉ある貴族様に感謝いたします。僕たちをバカにしてるの？あのね、こっちの取引は成功しそうだったのよ。何も知らないくせに空気を読まずしゃしゃり出て。僕は若、門を開ける方法を。へいへい、もしかして買い物にトライしちゃってる感じ？前にここにいたやつも開けようとしてたな。貴族ちゃん、ボスから伝言だ。あの船すげえからさ、パーツ分解すんのにも苦労苦労の連続だぜ。大魚に触るな。最低でも半年はあれで生活できそうだわ。サンキュー、お坊ちゃま。大魚に触るなって。それからミコモドキ、言い争ってるけどさ、お前一人でも同じ運命だったからな。もしボスが解放したとしても、俺たちはミコを見逃さねえ。ボスが出かけた時思い知るさ。私は平気よ。ごめん、ちょっと言い過ぎた。少しイライラしてて。あ、待って、今ちょ。お姉様、
やっと繋がったね。大丈夫そう？声が大きいよ。私は平気だけど、面倒に巻き込まれちゃって。だから言ったじゃん。大丈夫よ。プラン3に変更ね。幸運にもボディチェックされなかったの。意外と紳士なのね。じゃあ。君？ん？ああ、これのおかげ。うまく隠してるでしょ？これは？それ、民生品じゃないな。戦時中、高連の流脈探査船でしか使用されていなかったはず。貴様、何者だ？軍人か？流脈。今したいのは脱出。あなたたちと同じよ。そんなにいかにも信じられないって顔をしないで。さっき話していた人は？交易広場で女の子に会ったでしょ。うちの操縦士で。よっ。プラン3って何を意味するの？脱出計画。いい方法があるの？可能性は5割程度だけど、あの子を不安にさせたくなくて。残りの5割の原因は？まだわからない。ちょっと頭を整理させて。頼む、カイトの怪我が心配なんだ。あなた探査者よね。さっき聞いただろ。完成度の高い流明が必要なら、ここは多分流脈の中心だからきっと聞こえるはず。私が歌い始めたら、その冥界城の集音口をこっちに向けて。そんなことできる？要人を。その女はおそらくミコ。流脈対戦で力を探知し、流脈や艦隊を見つけ出した生体レーダー。応急処置してあげたのに。私と戦争に加担したミコを同列に語らないでほしい。私は功労のミコ。自己の魂を研鑽するだけ。疑う気持ちもわかるけどね。どうして流明が作れるのに自分で門を開かないんだ。で、流門を開くための発声法を習得してる巫女もいるわ。これで信用してくれた？始めてもいい？君の栄誉ある行動を信じるよ。歌と栄誉と何か関係ある？録音準備。もうちょっと近くに。私の歌声は大きくないから。さっきのあの音、流明よ。これを音源にすれば、冥界城で門を開けられるはず。綺麗な歌声だ。大したことじゃない。門が開いたとして、その次は？さっき5割って言ったのは、その先の奴らから逃れる案が浮かばなかったからよ。目をそらす方法を考えないと。考えがある。栄海船のハックは確かに難しくないけど、もし奴らがまだエンジン起動してなかったらどうするの？エンジン音は聞こえてる。奴らもう起動してるんだ。あなた本気で言ってるの？なら打ち合わせしましょうか。
いいわ、それならいけるかも。若、それはやりすぎです。パートナーの子は準備できてるの？大丈夫よ、遭難した貨物船に偽装して入港する予定。見た目子供だけどやれるの？無法者を餌にして育ってきた子だから。それよりあなたよ、成功する保証はどこにもないって分かってる？本当にいいのね？僕が負けた？どこの家の子だ？奏で終わってもないのに門を開けようとした。石門と千家の採掘権を持つ小貴族飛び家らしい。3回での交渉失敗の席で高連を追い出された元凶の。陛下、これは栄誉ある試合とは言えません。旧家の者は試合前に符を暗記していた。若、言葉が過ぎます。飛び家は陛下のご判断にケチをつけたいようですな。とんでもないことでございます。李牧様は決してそのような意図は。カイド、これは僕自身のことだ。理不尽なことを申すでない。二人とも下がれ。彼らの不手際は私の不徳の致すところ。陛下ご容赦ください。飛び家当主、信用を無下にしたな。聞くがよい皆。英会歴351年3月40日12時、飛び家第16代子息は大道鉱脈の所有権裁定試合を行った。敗北は天が見届けた。よって大道鉱脈の所有権を剥奪とする。加えてここでの暴言狼藉も当然許されざる振る舞い。本日をもって第一級鉱脈、すなわち龍脈千家義山石門の採掘権を全て剥奪する。陛下、それはあまりにも。鉱山を失っては存亡の危機です。飛び家当主、それはお主が考えるべきことだ。勝負の結果だけではない、軽率な行動の積み重ね、弱者になり下がった過程を。英会心、どうしたの？何でもないよ。いい、うちの操縦士ラミアはさっき入港して奴らと嘘の交渉をしているの。荷物を確認させろって言われてしまったら。準備できたら開けましょう、時間がないわ。その前に言わせて、私はエイダラム、功労商船隊所属、英会貴族と知り合えて。こう、英会第9家トビ、簡易3階貴族でも李牧でいい。彼はカイド、僕の親衛隊で、いわく生死を共にする従者だ。マンドーは無償、あなたたちの決定に。もし脱出に成功したら、この恩は一生をかけて報いるよ。そんなの必要ないわ。カイト、本当にごめん。でもここでお前を死なせるわけにはいかないんだ。割に合いません、こんなこと。準備 OK ね。門が開いたらあの子がすぐに機密保持暗号を入力する段取りを。太陽へ帰れ。ダミア、暗号はこれよ。
ごめん。警告、熱源ロックオン感知。高炉急速上昇。船体安全値 31% まで低下。こっちには一歩も入らないでよ。もう大丈夫だ。もうすぐここから逃げられるから。二人とも荷物に捕まって。その二人こそお荷物なのにさ。ダミー分かって。超加速準備。軌道離脱速度計算。目的地は、目的地までの距離 2.5 天文単位。さあ戦で間違いないな。カイト、座ってた方がいい。小娘たちがなぜこんな船に乗っているのかは問わん。だが聞け。私たちの船なんだから黙ってて。わめくな。一つ方法を教えてやる。この船は後方索敵用だ。緊急時はいつでも超加速ができるが、すぐシステムに止められる。ミコ、
戦隊認証の権限を挑戦しろ。わかった。すみません。大丈夫なの？超速限定解除。やった、エンジン復帰。ゲー、本当のボディアン、ラミア。分かったよ、準備開始。システムがロックされます。警告、左舷走行被害甚大。秒読み始めるよ。4。カイト、傷口耐えられそうか？私に何かありましたかな。早く座って、傷口を押さえて。3。リバ君、いろいろ失礼なこと言っちゃってごめんね。助けてくれてありがとう。2。カイトを救ってくれた君こそね。1。したがむ、口閉じて。私と知り合う前のエイダの物語はこんな感じだ。今から66年前に遡る。